長澤ずらしてパスを選択、うん、岩波のシュートですけど、まあ、よりね確実にトラップしてから、さあ川辺が行く、川辺が行く、川辺体勢崩した、おっとゴール、なんという形で同点ゴール。まあ橋岡はね外に出そうと思ったんでしょうけどね。アサイドヘリング山村先制、川崎フロンターレてかセレブレーションはなしです。ただ見事にフリーになりました。小林優抜け出した、小林優ポスト詰められるか、長谷川攻撃狙いっていうのははっきりしますね。そうですね、おっとボールを奪った、シュートゲットやってましたね、はい、ハイラインを引いたところキーパーが出てくるっていうのはもう間違いなくこれスカウティングしてるんで狙ってましたね。素晴らしいゴール、中川、中川センターにいいボールだ、2点目間でしたね、ちょうどね。そうですね、キム・ミンテと進路の間ですかね、エリキね。いやー福森、モナキ、いやシュートシュート、追いつき、1点取りました。あとしたね、はい、この高さ、J の。そうですね、マクルールも左手1本止めました、カットしました、おっとさあ抜けた、キーパーと1対1かわしてシュート、ゲット、わあ決めました。もうしょうがなく手が出ましたけど、はい、少しコース読まれてましたけどコースが良かったですね。そうですね、あとはボールのスピードも速かったんで、はい、宮澤真ん中に送ります、深い飛び込んでいって、もうパスにした、シュート、ゲット、から鈴木武蔵ですね、このチャラティップのダイレクト効きましたね。そうですね、で2列目から飛び出してるんで掴みづらいですよね。ディエゴ・オリベイラ逆をついた、いつものディエゴ、叩きつける、残しています、長谷川アリアザスール、そして前田、前田中にカットしてシュートだ、おっと、もう上中央へ、上から前田、逆サイドには泉走っています、前田先ほどはカットインという人のシュートですが、今度は縦に行った、縦に行ってグラウンド後ろへ詰めた、このセカンドですが、あ前田、前田こぼれて上、そして前田だ、前田前ボールにして、ここから落ち着いてましたね。鈴木がこの位置に降りてきて、丸橋キックフェイントからクロスが入る、ヘッドだもありましたから、今日のこの一戦への思いというのは強い部分あると思います。さあハモンロペスから中央シュート決まった、関口、あとはワンタッチで難しいボールですけども、うまく待ても3ゴール上げています。ニアサイドスラセ平岡、うん、仙台追加点、ハモンロペスと長澤の裏にうまく入ってきての得点だったんですけどね。ここにつけるダイレクト、矢島からアデミューソン、さあ前を向いたアデミューソン、裏抜けた、宇佐美だ、決定きた、宇佐美決めました。さあ始まってます、すぐスタート、右破った岩田のクロス、うん、低いボール合わせた、岩田もねそのまま前に行った中でね見事なクロスからの高く上がったボール、オナイの頭こぼれた、シュート決めた、ゲット、岩田智樹勝ち越しゴールです。まあ最後ね落ち着いて、まあトラップからのねシュート、ヘッドプレー小野、原川、いろいろとこうバリエーションがありますが、ここも小野が蹴りました、ゴールに向かっているのがある、ヘディングシュートですけれども、まあ、サイドバックやることの